午前8時。一夜明け、当選した星北斗さんが妻の京子さんと共に郡山市の事務所に入りました。お二人でお話しいただくような。当選を伝える新聞に目を通し、責任の重さを実感していました。県医師会の元副会長の星さん、喫緊の課題について問われると、でコロナ対策をまあどんなふうにしていくか、それも経済との両立、つまり医療側のだけの話ではなくて、それをによる影響を受けている人たちの話、これをしっかりと両面見ていかなければいけない。星さんと野党統一候補でフリーアナウンサーの小野寺明子さんとの事実上の一騎打ちとなった今回の選挙戦。選挙全体の勝敗にも直結する1人区だけに、与野党が大物議員を投入する総力戦になるかに思われました。ところが8日に安倍元総理が銃撃され死亡するという前代未聞の事件が発生。事件の後、両陣営が選挙活動の一部を取りやめるなど、異例の形で選挙戦は最終日を迎えます。私自身もこうやってこのたくさんのマイクを持ってお話をするという立場、本当にものすごいことをしているんだろうなと思いながらも、でもやはり皆様のために立ち上がったその覚悟というのは決して揺るぐものではありません。あの事件、本当に受け止めきれなかった思いがあります。しかし多くの皆様方にお送り出していただくときに、これは安倍元総理のためにも精一杯努力をして必ず当選させていただいて。そして迎えた開票日、星さんが419,701票を集め、小野寺さんに10万票近い差をつけて初当選を果たしました。いただいた票、その1票1票、そして思いの一つ一つ、これに応えていく必要があるんだろう、そういう意味で責任をしっかりとかみしめているところです、はい。全国では自民党が32ある1人区で福島を含む28議席を制し、単独で改選過半数を確保。野党は立憲民主党が後退し、維新が議席を伸ばしました。星さんは自民党と公明党の支持層の7割から8割を固めました。小野寺さんも立憲民主党の支持層の8割以上、共産党支持層の7割を固め、無党派層の半数以上を獲得しましたが、組織で勝る自民党に及びませんでした。本当に大きな大きな物価高や新型コロナの再拡大など、生活に直結する課題が次々と生じた今回の選挙戦。復興への課題も山積しています。県民の間でも意見が分かれている福島第一原発の処理水の問題について、星さんは、科学的な安全性の主張だけではダメで、やっぱりみんながですね、国民が、あるいは全世界がですね、これを受け入れるというような状況にならない限り、私は正当化されないというふうに思っています。星さんにはあさって当選証書が渡され、今月26日から6年間の任期が始まります。このほか比例代表の県内関係では、共産党の現職岩渕智さんが再選を果たしました。ずっと訴え続けている原発ゼロの実現は、ぜひとも皆さんと一緒に進めていきたいというふうに思っています。県内の投票率は 53.40% で、前回の参院選を 0.99 ポイント上回りました。